質問をいただいたので、彼に事前に、LINE で聞きました。彼氏さんは焼いたりしないのですか？やっぱそれアンチとかと戦ってきたりしたけど、うん、結婚はいつ頃されたいですか？結婚は…皆さんこんにちは、佐久間鈴乃です。今日はインスタグラムで募集した Q&A の、YouTube を撮っていきたいと思います。で、今日もなるが質問を読んでくれるので二人で一緒にやっていきたいと思います。お願いします。ちょっとすごい西日がすごくてめっちゃ眩しいです。あ、そう、今回たくさん質問いただいたんですけど、うん、できるだけいつもより量答えたいので、ちょっと割とちょっとサクサクめで答えていきたいと思います。はい、じゃあいきます。はい、1つ目、自己肯定感を上げるにはどんなことをしていますか？自己肯定感上がるわっていう時って、うん、ちょっと早く起きて、うんうんうん、掃除、家の掃除したり、うん、洗濯したり、うん、家がピカピカになったりとか、めっちゃ普通のことをさ、うんうん、こなしてる時に自己肯定感上がるのかな。達成感、うん、達成感がどう違うのやろ。達成感が自己肯定感になれへん。そうや、達成感の積み重ね、うん、達成感の積み重ね、だからめっちゃちっちゃいことの達成感の積み重ねかもしれない、うんうん、美味しいご飯作れたとか。でもそうやんな。なんかほんまに多分すごいことを成し遂げたとかじゃなくて、うんうんうん、結構日々の日常のちっちゃいことなんかもしら、うんうん、いやめっちゃ大事。いやほんまにそうやな。うん、あとまあちょっと待って待って、長くなってんな私。いいめっちゃ喋るやんこれで。1分経過。1分経過。まだめっちゃ喋る。自己肯定感めっちゃ上がるわっていう時は、うんうん、彼氏が、うん、それに対して全いちいち褒めてくれるとき、ご飯作ったら、え、めっちゃ嬉しい、幸せやわって言って、で、次の日の朝に食べるって言ってたのに、うん、夜も明日楽しみやみたいな、うん、で朝も起きたら、うわ食べれるあれみたいな。印象さんに対して喜んでくれたらさ、なんかそう、自己肯定感めっちゃ上がるよ、うんうん、上がる。あ、作ったことに対しての自分の自己肯定感とか、うんうん、環境大事な、環境、上げてくれる人と一緒におるってめっちゃ大事かもしれん。自分でも日々小さなことを達成して、自分を褒めてあげる。自分を褒めてあげる、うん、で一緒におる人も大切。大切、褒めてもらえる、うんうん。ダイエットが続かないです。モチベーション上げるには。ダイエットのモチベーションは大体でもやっぱ何かいるよね、イベントが。ああ。大体いるくない？じゃないと。ダイエット設定してるみたいな。うん、じゃないと難しいかも。うんうんうん、ずるずるダイエットって私も別にずっとしてるけど、うんうん、気にしてるけど、やっぱハワイがあったから、うんうん、この前は。なるほど。ハワイのために。うんうん。だから28歳になって誕生日のためにとか、うんうん、なんかさ、そういうさ、設定をしてる。設定がいるかもしらへん、モチベーションって。期限を決めるって感じ。うん、一旦そこまで頑張るみたいな。うん、ま、でそこからなだらかに追い込む、うん、なだらかみたいな感じで私はやってるかな。なるほどですね。うん、彼氏さんが写真動画上手なのは、うん、鈴野さんが育てたからですか？まあ、最初はこの画角が好きとかいうのは言ってました、うんうんうん、それは最初出会った時そんなん知らんし、うん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 、でも最初から撮ってくれる人やってすごい、うん、もう撮る、そうよかった、うん、そう写真撮るよってもう最初からずっと言ってくれる人だって、うん、でもやっぱ好きな角度ってあるやん、うん、あるある。とかやっぱこう全身撮るときは絶対足下とかさ、うんうん、あるやんか。もうなるは全部分かってくれてるから。頭の手この位置、この位置、そうっていうのってあるから、気が多くないとこがあるとか、黒縁が好きとか、黒縁が好きとか、めっちゃ知ってるか。そう、全部分かってくれてて、だからなるも彼と同じぐらいめっちゃ分かってくれてるんですけど、言ってくれると分かりやすいもん、うんうん、最初にそうやな、うん、だからそれ言うかも彼も、うん、彼が周りの人に写真撮るのほんまうまいよなみたいな言われてたりするんだけど、うんうんうん、いやそれはすのちゃんが全部こうやって教えてくれるからやでみたいなことを言ってくれてるから、うんうんうん、結構言ってるじゃあ割と言ってる、でも今も、うん、でも今もそれも全部分かってくれてるから、うんうんうん、もうパッて勝手に撮ってくれてることが多い、うん、なるほど、ありがたいですね。うん、好みを伝える、好みを伝えるのが大事。うん、なるほど、うん、撮影してるカメラとスタンドを教えてほしいですって、うん、これ結構ね質問多かったんですけど、ちょっと今カメラで撮ってるんでカメラをお見せすることが今ちょっとできないんですけど、ソニーの ZV-1 っていうところ、うん、っていうカメラを使っていて、スタンドはねセット販売でした、うん、セット販売やった、うん、でスタンドはある方がおすすめです、うんうん、ご飯食べに行った時とかもやっぱパッて横に置いて撮ったりするから、うん、YouTube されるんだったらおすすめです、
私は白で、スタンドはセットになってる、販売してるのが黒やったから、黒になってます。うんうん、いくらですか？え、カメラ？カメラ10万ぐらいやった。10万ぐらい、うん、なんかそのめっちゃ高いカメラとかの方がさ、もうそれ朝画質も綺麗やけど、うんうんうん、これ Vlog カメラっていうので売り出されてて、私も実際こう持ち歩いてさ、撮ることが多いから、うんうん、大きいカメラはちょっと重いから、そう、持ち運びやすいサイズにしました。彼が使んでる時の慰め方、接し方を教えてください。これなんですけどもあの、私の彼は落ち込まないです。特殊すぎる落ち込まないんですよ。落ち込んでるとこ人に見せない。いやでも多分そんな自分でもあんま落ち込んでないと思う。なんか、うん、だって別に今落ち込んでるからちょっと会われへん、連絡取られへんって時もないから、別に一人でそうなってるわけじゃない。切り替えめちゃくちゃ早い。すごい。そんな時間あるんやったら次もっとプラスになること考えようぐらいな感じが、私が慰める暇つきもない、自己解決型です。だから知らへんねん、見たことない。いつも更新楽しみにしてます。ありがとうございます。近い将来こうなってたいなの目標はありますか？近い将来というか、まあこのまま結婚して子供産んでっていう未来を自分の中では想像していって、子供を産んだ時に家でずっと子育てしてでも稼げるような環境を今のうちに作り上げときたいっていうのはあって、ずっとそれはそういう思いで仕事をしてます。なるほど、そうね、旦那さんに頼りたくない、なんか自分の稼いだお金で自分の好きなことしたいから、子育てしながらもそれをしたいみたいな感じ。今の、自分の似合う髪色、髪型、お洋服の色、形などどう見つけましたか？これは2年間やってたアパレルブランドのお仕事をしてきた中で、いろんなものを着ていろんなお洋服を作って、やっぱそれに合わせてこう撮影したりとか、やっぱ自分と向き合う時間がすごく多くって、でそれで培ったものかな。写真もめっちゃ撮るし、めっちゃ撮ってて、めっちゃ見るもん、よし、やっぱそう、服もね、このネックラインとか、やっぱ作る上で、わ、これ似合う似合わんわっていうのもあるし、もうすんごいその時に向き合ったから、確かにその時まではすごい髪の毛も長かったり、やるまでは長かったり、それが似合わないこともその時に気づいたし、やっぱ写真撮るとかって大事やんな。大事、客観視する、セクシーな水着やお洋服を着たり投稿することは彼さんは焼いたりしないのですか？全く焼かないです。なんなら、さっきからさ、すごいなって思ってんじゃん。ほんまに落ち込みもしないし、焼けへん、焼きもしないし、すごい人になってる。確かに、なんかそういうのじゃなくて、私がやっぱインスタグラム更新して、それで、なんていうんやろ、反応があることとかをすごく心から応援してくれてるから、自分の気持ちがどうじゃなくて、世間一般的にそれが受けがいいのかっていうのを考えてくれてるから、仕事としての見方をしてくれてる感じ。そう、仕事として見てくれてるって感じ。だからこの間ハワイで着てた白い水着も、あれは彼がこれいいやんって言って着てるし、全くなんていうんやろな、そんななんか自分の感情で判断する人じゃない、あくまでも仕事やから、っていう感じの目線で見てくれてます。また違うんだよな。YouTube いつも見てます。ありがとうございます。結婚はいつ頃されたいですか？結婚は2人のタイミングでっていう感じです。別にいつしたいとかいうのも決めてません。使いやすいハイブランドバッグは何ですか？一番決めるのがちょっと難しくて、シーンにもよったりするから、でも最近めっちゃ使ってるのはピコタン、あれブルーやけど意外と使いやすいねんな。私モノトーンのお洋服が多いから、何と何でも合わせやすい、からピコタンと、あとディオールのブックトート、これはほんまにめちゃくちゃ使いやすい。そう、パソコン入れるし、それこそピラティス行く日とかさ、ウェアとかもさ、入れて入れるし、水筒とかさ、そういうのも入れるし、やっぱ材料量っていうのがいいし、あれもネイビーやからどんなお洋服にも合わせやすいねんな。それも使いやすいかも。だから私的に一番使ってるのは、使いやすいのはこの2つ。今2つ、仕事が辛いです。スノーさんからのアドバイスが欲しいです。逃げ出したい気持ちです。逃げ出したい、逃げ出しちゃえってなるよな。
辛い環境にいてる選択をしてるのも自分、うん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 、だから、うん、そこにいることは辛いって分かってるのに、うん、いない私だったら、うん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 、絶対に逃げ出しちゃう、うん、逃げ出しちゃうって言い方があんま良くないけど、うんうん、もっと自分に合った環境に行く、うん、そっちの方が全て人生においてプラスになると思うから、うん、私はそうする。その環境が今どんなんかは具体的には分からへんから、うん、もっとなんか他の事情があるかもしれないけど、うん、そうするかな私やったら。そうだね、うん、辛いっていうことを選択し続けてるってことやから、うんうん、そうなりたくないためのことは何かっていうのを真剣に考える時間を、うん、持ちます、ね、うん、そこに続けないね、続けない、うん、彼へのプレゼントは、うん、どういうものをあげることが多いですか、うん、リクエストとか聞きます？うん、リクエスト制じゃないくって、うんうん、全部、うん、私が彼に似合うやろなとか、うん、彼が持ってないもの、うん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 、例えば財布とかやったらもういいやつ持ってるから財布はあげないとか、うんうん、今年の誕生日プレゼントはもう彼って本当に物欲がまずないんですよ、うん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 、全然物欲なくて、うん、なんかそのそれぞれに対していいものを一つずつ持ってるからそれでいいタイプ、うん、何個もコレクションするタイプじゃないからさ、うんうん、でもうこれ以上ないねあげるものが、うん、やばいあげるものが尽きたってなって、うんうん、どうしようって相談したら、うん、彼も本当に欲しいものがない、うん、ってなって、うん、結局今年の誕生日プレゼントは株をプレゼントしました。そう、あれやな、食べ物じゃないじゃないよ。白い子の株。なんてもう衝撃やん。彼女から言われた株もらったって。もうこれは大ニュースやん。もう物じゃなくなりましたね。株をあげた、うん、でもそれお互いとっていいよね。うん、あ株やったらさ、うん、もうどうぞどうぞ、何も別に物もさ選ばんでもいいし、うん、増えていくやん。増えていく可能性もあるし、最高、彼もそれが一番嬉しいから。今なんかすごいことさっきからおかしい。このカップルもう次元ちゃうわってなってると思う。年内に行かれる予定の旅行先を教えてください。今のところ予約してないけど、うん、バリとオーストラリアに行こうかなっていうことを話してます。ついに、うん、何月バリは10月でオーストラリアはクリスマスかな、うん、あれやん、逆やん、オーストラリアって、うんうんうん、めっちゃ上見て喋ってる。もうカメラ目線なくていいよ、もう怒ってるんで。そう、カメラ目線ちゃうわ。そう、上じゃなくて逆やから。夏やん、向こう、うんうんうん、だからっていうのもあっていいねかなっていうことを今話してます。決定してはないけど、別にそれはあれ、彼と、うん、どっちも彼とです。いいね、それと、あと韓国行こうって言ってるやん。韓国もあれやん、うん、な、予定では、うん、こっち見んでいい。すごい、水かけたらこっち見んでいい。韓国は友達になると行こうって言ってるな。そう、あともう一人友達とひどちゃんと行こうって言ってます。酔っ払いますか？そうすると彼氏さんは怒りますか？酔っ払いません。しかも怒りません。しかも怒りません。てかまず酔っ払うはマジで私、うん、確かに酔っ払ってどう、ほんまに酔っ払う、ほんまに酔っ払わんっていうのもやばいけど、うん、楽しくなるだけで、うんうん、何にもしないから、うん、心配も多分ないと思う、うん、お肌のツヤを出すための一番のおすすめは何ですか？カッコアイテムや施術など。一番っていうのがすごい難しくて、うん、スキンケアもやし、うん、やっぱそのメイク系も大切やから、うんうん、毎日の朝、うん、夜パックが結構大切な気がする、うんうん、それこそ化粧水がめっちゃ入ってるからいうのと、うんうんうん、でメイクは下地、うん、私的下地大切やねんな。下地変えると、え、それは何、ラメが入ってるとか、そういう感じ？いや、ツヤが出るやつ、なんかランコムとか、うんうんうん、は乗せたりするはツヤがすごい出る、うん、で、クレドポーのやつ、この前メイク動画で出したやつは、うん、ツヤ少なめ、うんうん、だからどんだけツヤを出したいかによって下地使い分けてる、うんうん、あ、そうなんやっていうのと、お粉やな、うん、お粉私ほとんど顔全部には塗らなくって、この眉とか目とか化粧するところと、うん、あと、まあ、顔の輪郭だけにするか、うん、こことかはあんま塗らないようにしてる、ね、お粉でマットになるからね、うんうんうん、っていう感じかな。ブラシでこうさらって、さって、そう、ブラシでほんまにさって感じ、うん、大事、ペタペタとかはこうやって塗ったりして、うん、さっさっさみたいな、うん、彼氏さんといるときに気をつけていることはありますか？ありがとうの言葉、
を言うようにしてる。言うようにしてるかって言われたら、うん、結構無意識やねんけど、うん、お互いに、うん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 、けどほんまにちょっとしたことでも全部ありがとう、うん、ありがとうってお互いめっちゃ言うから、うんうんうん、それも自己肯定感上がらん。あ、上がる。そのちっちゃいことでしかも気づいてくれるんやっていうのもあるし、うんうん、ありがとうの言葉かな、うん、今欲しいものは何ですか？カバンが欲しいです。どんだけカバンやねんって感じやけどカバン大好きで、なんかカバン好きやねん、うん、どんだけでも欲しい。マルゴーの黒の10号と、うん、あとは前15って大きい超、そう、超点超前10前10で、そう、ダークトップのやつ10、うん、だから15はちょっと大きいやつやから、あのディオールのブックトートの、うんうん、こう同じ使い勝手で、そう、同じ使い勝手でできる感じ、うんうん、で欲しくて、あのブクトートめちゃくちゃ使ってるから、うん、ちょっと違うやつが欲しいのと、うん、まあ、あとはまあエルメスピコタン違う色欲しいし、次何色欲しい？白系欲しいのよ。あ、でも結構あれも薄くない？まあ確かに、でも白って合わせやすいから白系欲しいなっていうのと、あの、まあ、キリとかバーキンとか出てきたら欲しいよねバーキン出てきたら欲しいですねってぐらいね。自己分析の仕方を知りたいです、うん。自己分析、自分で自己分析してるつもりがさ、なくってさ、ほんまに結構周りにこういうこと言われたとかさ、うん、彼にこういうこと言われて確かにって思ったとかさ、うんうん、そういう話をよく聞く。そういうの、あ、言ってる、私言ってる。そう、友達誰々に、うん、あの、そういうのってこうやから、うん、こうした方がなんかこうよねとか、うん、言われて確かにって思ったって話は、確かに私そう言ってもらったことを、うん、自分のことをこう感じるって言ってもらったことを全部こう吸収して、それ全部やるかもしれない、うん、吸収力周りに言ってもらうのはめっちゃありがたいな、うんうんうん、そう言ってくれる友達とか彼とかいることはすごいありがたくて、うんうん、それを全部試してみるとか、これが似合うと思うって言ったらそれやってみるし、うんうんうん、でもインスタとかで言ったら、うん、例えばまあこういう写真が、うん、とか、私はこういう旅行行ってるのがいいとか、うんうんうん、常にこう向き合ってるから、インサイトとかと、そうそうそう、実際に見てるってことか、うん、そう、だからどういうのがこう受けいいかなとかいうのは見てるっていうのかな、うん、自分の好きなところはどこですか？外見と内面で教えてください、うん、外見は肌です、うん、全身の肌質かな。え、なんかそれも触り心地みたいな、うん、触り心地、触り心地がいい、すべすべ、触らせてください友達に会ったら絶対触ってるもんな、気持ちいいって、そう、昨日もひとちゃんに昨日会って第一声ここ触って気持ちいいやったからな。内面で好きなところは、まあポジティブかな、何でも割とプラスに変換できるかも、うん、自分に習慣やもんな、うん、プラスに変換する癖というか、そういう脳があれば、うん、結構何でもそうなできるような、うんうん、あと、そういう考え方したから大丈夫やったっていう経験値、うん、経験値、確かにそれやな、まあ、うん、ポジティブ、人からどう見られてるか気にしてしまいます。スズノさんもそのような経験ありますか？めっちゃあります、うん、もうそれはこの仕事をしてると、うん、より多分みんなに見られてる仕事やから、うん、当たり前やねんけど、うん、いろんなことを思われるのは仕方ないし、うん、そりゃなんかもう写真だけ見てたらマイナスに思われることもめちゃくちゃあるし、うん、やっぱそれアンチとかと戦ってきたりしたけど、うん、ほんまに実際にやっぱ開示請求とかもしたし、うん、てか今もずっとしてて、うん、本当に損害賠償請求も全部取っててとかもしてるんですけど、うんうん、やっぱそういうのでどういう人か全部出てくるんですけど、うんうん、名前とか住所とかね、うん、で、まあその人がどういう人かっていうのも大体分かって、うん、まあ、そう言った時に、うん、ああ、なんか自分とはもう全然、うん、なんかこっちが上とかなんかそんなんじゃないけど、うんうんうん、生きてる世界が違う方だっていうのをこう身に持って感じたことが何回かあって、うんうん、それもあるし、また別の機会でもあって、うんうん、なんか、あ、こんなん全然気にせんでいいわってなったんですよね、うんうんうん、その時にもう全然幸せそうさゼロみたいな、うんうんうん、そんな感じの感じだったから、うん、あ、なんかそんなん考えて生きてるのマジでもったいないっていう感じだったから、うん、そっからは本当に気にしなくなった、うん、自分の周りを大切にしようとか、うん、っていう感じ。その考え方になれたらもう最強、最強、うん、やし、まあ自分のこの仕事にもっと誇り持とう、うん、もっと自信持とうっていうのも大切かも、うんうんうん、ちょっと最初は自信がなかったっていうのもあるから、
自信がついてきたっていうのもあるかもしれない、うんうんうん、ずっと何年かやってて、やり続けて、うん、数字が伸びてとかもあるし、うん、彼が、うん、すずのちゃんの好きなとこ3つ教えてください。はい、逆にすずのちゃんが彼の好きなとこもやって3つ。彼に聞きました。どう、これ質問をいただいたので、うん、彼に事前にLINE で聞きました。昨日の夜に。楽しみ。はい、じゃあまず彼が私の好きなところ3つね、うんうん、誰よりも心が綺麗。うわ、誰よりも、誰よりも可愛い誰よりも優しいらしい。ありがとうございます。ごちそうさまです。で、私が彼の好きなところ3つやろ、うん、これもちょっと考えたら、なんかさ、3つって結構難しいやんか、うん、むずいよな。で、まずは、まあ、どんな窮地に追い込まれても、うんうん、この人とやったら生きていけるっていうところ、まあ生命力やな。生命力、生命力、これの著作権、著作権ある、なる、なる、著作権持ってる、著作権持ってるから使いたい人は。そう、生命力がすごく強いっていうのも、例えば、うん、まあよくある話だけど、うん、まあ、無人島とか行ったら、うん、盛り付きとかもできるから、うん、盛り付きのなしても生きていける。そう、そういうのしても生きていける、うん、頭もいいから、うん、頭の回転でもいけるみたいな、うん、なんていうんやろな、うん、そういう生命力、うん、どっちもある、うん、あとは、まあ、私を喜ばせれる、喜ばす天才なところ、うんうんうん、スマートで器用な、うん、ところで、余裕があるところ、スマートで器用じゃないですけど、1個の中に3つ言うのやめてもらっていいですか。もう10個ぐらい出たんやけど。これ、もう何も、これさ、めっちゃ難しい。ミツってどうやってこうやってやるか分かれへん。ごめんなさい。全然そうやってのろけるつもりじゃないねんな。彼との約束事などはありますか？例えば、喧嘩したらその日に仲直りするなど、うんうんうん、何もないです。約束事は本当に何もないです、うんうんうん、最後、うん、最後、はい、いつもインスタ拝見してます。ありがとうございます。仕事やプライベート、毎年どのように目標など決めてますか？まあ、年始に大体さ、うん、目標を決めるやんか、うんうん、みんな決めるもん。そう、その時に決めてたんですけど、うん、まあ、結構具体的に数値で決めるかもしれない、うん、まあ、インスタグラムのフォロワー何人、うんうん、とか、これも仕事系やろ、うん、で、あとピラティス週に何回行く、うんうんうん、自炊週に何回する、うん、具体的に分かりやすい目標を決める、うん、なるほどな、っていうのを目標立ててるけど、うんうん、この間ハワイの帰りの飛行機の中でも、うん、もう一回再度目標立て直したね、うん、彼と、うんうん、こう日々の習慣決めようみたいな、うんうん、多分その時さ、すごいいい気持ちやん、うんうんうん、ハワイの帰り道って、うん、多分高まってる時に決める方がいいねんな、うんうんうん、実そう、確かに、すごいいい目標が生まれるから、うん、こうしたらもっと自分良くなるっていうのがあるから、うん、二人で話し合いながら決めたって言うけど、うん、じゃあそれ発表する？発表しちゃおう。ちなみにインスタは何人？インスタは年内15万人が目標です。で、YouTube は年内に5万人が目標です。なので皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。本当にお願いします。YouTube やってますっていうのに、うん、ありがたいことに2万人超えたんですけど、うん、2万人で YouTube やってますっていうのが、うん、なんか自分の中で恥ずかしくて、うんうんうん、でこそインスタグラムやってますっていうのも、うん、やっぱりこう10万人ぐらい超えてきたら、うん、自分の中で自信持って言えたい、うんうんうん、やっぱなんかそう、数字じゃないのは分かってるけど、うん、やっぱり数字ってそういうのも大切やから、うん、指標として、うん、っていうのもあって、ほんまは YouTube も10万人は行きたいね、絶対に、うんうんうん、けど今年は5万人っていう目標、10はちょっと膨大すぎるから、うんうんうん、っていう目標があるので、皆さんよろしくお願いします。で、この間立てた目標ですね。睡眠時間、うん、睡眠時間みたいな寝ることしか習慣しちゃって、ネタ頑張ってさ、帰って目標をさ、頑張って立て直そうみたいな時に睡眠時間から大事だね、大事にしよう。これは変えました、すいません。最初睡眠時間7時間やったけど、私7時間じゃ無理なことに気づいたね、8時間、彼は7時間ね。お、毎日1時間英語聞く。英語？あの、ハワイ行ってるからさ、もっと英語ちゃんと喋りたいって思うやんか、そこやり、うん、で、週2ピラティス、週4有酸素、月に1冊本を読む、週に2回以上自炊する、毎日ストレッチ、瞑想、起きたら今日も最高の一日にしようと叫ぶ、寝るとき今日も幸せだった、ありがとう、おやすみと叫ぶ、
っていう、そう、目標を2人で飛行機の中で立てました。すのちゃんができてるかどうか、2万人の人たちに見守ってもらおう。頑張ります。あれ寝てなくない？コメントしてもらおう。寝てなくない？そこ、そこは優しい。8時間寝れてるって。優しすぎる。そのツッコミなんや。へえー、すごい。っていう感じで、まあその年始に立てる目標もあれば、うん、こう間で立ててる、うんうんうん。それこそ YouTube も最近5万人が出た、うん。始めたのが2月やから、うんうんうん、年始には立てれてないから、経過を見て、うん、大体どれぐらいのペースやなっていうのを見て間で立てたりもする。うん、なるほど。っていう感じです。で、割と数字で決めるのが好きなんで、私は、うん、分かりやすいから。分かりやすい。数字じゃないと逆に分か、あ、なんやろ、うん、分からん、分からん、できてるできてないの、うん、判断ができひんから、うんうんうん、っていう感じかな。本当はいただいた質問全部答えたいかったよな、全部答えたかったんですけど、まあ、ちょっと似てる質問とかをこうピックアップして、うん、こんだけ答えさせてもらいました、うん、Q&A またやりたいのでまた質問ください、何でも。では今日も見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。